今日の一問一答ですね。保健医療サービス分野、医学的診断、治療内容、予後の理解という単元になります。次の記述は、正しいか誤りか答えよ問題。医師の説明をもとに患者自身が考え、最終的な医療決定は医師が行う、インフォームドコンセントの過程が重要視されている。医師の説明をもとに患者自身が考え、最終的な医療決定は医師が行う、インフォームドコンセントの過程が重要視されている。 というふうにありますが、これは誤りになります。最終的な医療決定を行うのは医師ではなくて患者自身ということになるわけですね。この医師が治療方針というものを患者さんに説明して、患者さん自身が理解をして、納得をして、その上で同意をして、その方向性でやっていくという、これをインフォームドコンセントというふうに言うわけですね。この過程が重要視されているということになります。 まあ、ともすればですね、初心者であるとか、小学者っていうのは、まあ、なんだかよくわかりませんので、まあ、専門家の言う通りにやります、みたいなことがですね、あったりするわけですね。まあ、以前は医療と医学というのはそういうところがあったかなというのあるわけですけど、今はそうではないわけですね。え、きちんとこのお医者さんっていうのが説明して、理解をしてもらって、そして納得をして、でその同意の上で、その方向性でやっていくという、このインフォームドコンセントですね。 まあインフォームドっていうのはこれ理解されたと、理解の上でのと、そういうような意味があるんですね。コンセントというのは承諾とか同意ということになりますから、まあ、きちんと説明があって、理解された上での同意、理解された上での承諾というですね、この上になり立つ治療ということで、インフォームドコンセントというわけですね。まあ、今重要視されていると、そういう流れにあるというところになります。 で、まあ、これはカタカナになるわけですけど、まあ、横文字ですね、いわゆる。で、試験では他にも横文字がちょこちょこ出てくるものがあるわけですが、まず、その中の一つとしてですね、アドボカシーというのがあります。まあ、アドボカシーというのは権利用語のことですね。まあ、権利、や意思や意向というものを守ろうという、これがアドボカシーですね。まあ、利用者ニーズの代弁というふうに出てくることもあります。それから、パーソンセンタードケアというのもあります。 パーソンセンタードケアというのはパーソン。人間ですね。センターというのは中心。でケアというのはもうそのままケアですね。ですので人間を中心に据えたケアということですね。つまりはその人らしさというものを大切にしたケアを行おうと。一人一人人間は違うから、その人らしいケア、その人に合ったケアというものを行っていこうという。まあ、これがパーソンセンタードケアですね。まあ、その人に寄り添うケアということになります。まあ、何かしら流れ作業のようにですね、ただやればいいという、そういうことではないということですね。 えー、一人一人に合わせてケアを行うという、これがパーソンセンターとケアになります。それからセカンドオピニオンというのもあります。 セカンドというのは2番目って意味ですね。オピニオンとは意見ですから、まあ2番目の意見ということで、まあどういうことかと言ったら、まあ専門家の意見というのは一つではないわけですね。まあ治療方針にしても、A というお医者さん、B というお医者さん、C というお医者さん、まあそれで違う方針を示すこともありますから、まあそれは一つの意見だけで決められるものではありませんので、まあいろんな意見を聞いてですね、比較検討して自分でいいと思うケアの方針を、まあ採用するということですね。これをセカンドオピニオンというふうに言います。 まもう一つはラポールというのがありますね。まあラポールというのは非常によく使われる言葉ですから、まあ馴染みがあるかと思いますけど、まあこれは信頼関係のことを意味するわけですね。まあ今言ったようなキーワード、アドボカシーやパーソンセンタードケア、セカンドオピニオン、ラポール、それから出題にあるインフォームドコンセント。まあこのあたりがですね、試験で出てくる、まあ横文字になりますので、まあ意味を押さえておくといいかなというふうに思います。ということで今日の問題ですが、医師の説明をもとに、 患者自身が考え、最終的な医療決定は医師が行う、インフォームドコンセントの過程が重要視されているとありますが、これは誤りということになります。今日の一問一答の解説は以上です。